え？いるんすか、もう。いやえ、通り過ぎるのそういうことね。恥ずかしいでしょ。横並びで昔映したことがないでしょ。だって前いつだったの、一緒になんか出たことがないのかな。出ないよね。出ないよね。俺プロデューサーだよ。そうだよね。出す方じゃん。そっか、なんか久しぶりだけど、会うのは久しぶりだけど、そうね、喋ってるのは喋ってるから別に久しぶりな感じしないよね。そういう感じは全然ないんで、普通です。はい、はい、じゃあいいですか。はい、お願いします。お願いします。じゃあ改め直してよろしくお願いします。お願いします。ちょっと早速聞いていきたいんですけど、はい、2人の出会いについて。これね、多分ね、お互い違うかもしれないじゃん。はい、絶対覚えてないよ、一番最初は。だってすごい酔っ払ってたもん。絶対覚えてないよ。いや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 、ところがですね、覚えてないですね。絶対覚えてない、絶対覚えてない。いや、覚えてる。ベルファーレでしょ。そう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 、うん、あの、B3 でフロアですよ、割と。なんで覚えてんの。だって酔っ払ってないもん。それあれでしょ、ドラマとかで見た覚えだったんですか。あのね、肝心なところは覚えてるんですよ。どうでもいいとこ忘れるんだよ。昔からそうでしょ。そうね。いや、覚えてますよ。びっくり。もっと言えるけど、やめときます。どうせ使えないから。その時の、当時の松浦さんの印象とかってありますか。あ、テレビの人だって思いました。すごい、その頃、はい、出てたから。そうですね、出てましたね。はい、うん、なんかこう、なんだろう、ザ・芸能界っていうのを初めて見たから。あ、もうこんなことが本当になんか日常に起きてる人っているんだっていう。でもみんなああいう意味でそう思ってると思うよ。あのさっきのさ、ライブのオーディションの人たちとか、うん、全部そう言ってると思う。本当に本物がいるみたいな。いやでもなんかマサの日常のこうとんでもなさと、うん、アユのとんでもなさはレベルが違うからね。とんでもない、本当にとんでもないもん。はい。だからびっくりする。そういうところは覚えてないですね。テレビとか本当にドラマとか、はい、映画とかで見る芸能界の人のザ・豪遊みたいなのを、まあ、子供ながらに見てびっくりして、その頃ガラケーだったけどこう写メを撮るっていう。家に帰って昨日さとか言って、松浦さん見ちゃったとか言って、なんかそういう感じでしたね、私は。だって人がもうとにかく人に囲まれて囲まれてすごい。そういうとこは真似しなくてもいいと思うんだよね、俺。、うん、真似してないけどさ。よく言うじゃん、だって。そういうとこだけ真似しちゃったんだ。そういうとこだけっていうか、全部あなたの真似してますみたいな。真似じゃないや、言うじゃんよく。うん、まあ似ちゃったよね。似ちゃった。そこは似なくてもよくない。派手な人はみんな ABEX。 なんか青山通りとかで ABEX じゃない人でもあの ABEX の紙袋が欲しくって、あれを持って ABEX の人っぽい顔をして青山通りを歩くっていうのが流行ってたよ。すごいな。すごいね。いやでもそれでアユは全部周りを黒くしたんだよ、多分。違うの。え、どういうこと。いや、周りの人たちに同じ格好させて、うんうん、黒いスーツに T シャツみたいな人ばっかだったじゃん、うんうん、ああいう風にさせたんでしょ。そうなのかな。いや、そうですよ。俺の情報ね。あ、分かんないよ、うん、違うかもしれないけど。いや、私の記憶だと、あの一緒にいたんだけど、うん、あのみんなまあ、スタッフが若かったこともあるから、うん、ちょっと私服がやっぱり派手だったりしたんですよね、うん、で、マサがある時にもそれを見てて、お前らさ、アユが目立たないって、うん、人がいっぱいいて、私すごいちっちゃいから、うん、そんなバラバラの格好をして集団でいたらなんだか分かんないから、アユより目立つ格好をするなって言ったから、みんな一斉にああなったんだよ。なるほどね。だよ。それが伝わってくるとさせられましたの。どうして、どういう伝わり方ね。そういうふうに伝わると大概間違えるんですよ、ね、
うん、だから間違って入ってくるから本人に聞くのが一番正しい。今聞いた。でもそうやって聞くとかっこいいでしょ。かっこいいですね。なんかもそれはさ、こっちから見てるやと向こうから見てるやと違うわけ。うん、ある。こっちが、ね、何言ったって向こうからの景色が違うんだよ。こっちの景色と向こうの、うんうんうん、その違いでしょ。うんうん、そっか。うん、分かった。うん、すいません。すいません、ファンの皆様、すいませんです。その出会いからどう ABEX に入ってデビューするまでに至るんですか。最初私違う事務所に所属してて、それも全部覚えてますよ。どうぞ。私は ABEX に入りたいですっていうことを伝えて、だったら一回そのフリーになってもらわないとっていうことになって、ただ私も子供だったので、そのまあ方法だったりとかやっぱり芸能界のルールもきっとあるだろうしっていうことで相談して、まああのもう俺がそれは聞いてたけど本当にそうするとは思ってないじゃん。だからもう次はやめていきましたみたいな話だったから、うん、でさ結構大手だったからさ大丈夫かなっていうのもあったんだけど、まあ、それはさ、うん、なんだろう、まあ、いろんな力があるわけですよ。そこから会長はそのあゆさんをどんな音楽で売り込もうとしてたの。いやこれがね困ったね。お、いやだってさ ELT やっててその時、それはなんとなくさ方向性が見えるでしょ、うん、こういうんだって。で次はさ本人一人でソロみたいな、やったことねえしソロかよ、うん、これ大変だ。何曲でも作ったか分かんないね。ずっと聴いててロスでよしこれだって決めたのがポーカーフェイスですよね、はい、全く歌詞も何もない状態で、で渡して、その前に言うだっけな、詞は書いてんですよ先に、うんうん、で A ソング4がその次ぐらいに上がってきてからのポーカーフェイスだったような気がしますけどね。どうですか、うん、そう思います。ですよね。それの話誰も知らないんで、はい、と思うけどね。誰も知らないと思うよ。なんかそういう作詞作曲とかで揉めたこととかってのないんですか。すげえあるよ。俺の記憶はね。ある？あるよ。アレンジとかで全然意見が合わないみたいな。そうかな。本人が覚えてないか忘れちゃったかあまり気にしてなかったかのどれかなんだけど、俺的にはそのまんまだってさ、うん、言った通りになるよみたいな、うんうん、言った通りにならないの。うん、うーん、でシッみたいな。何回かあの電話が来たことはあった。急に電話が、うん、なんか達成曲に仕上がってみたいな、あんないい曲だったのにみたいな、なんかそういうのはあった。うん、まあそういうことじゃないかな覚えてるのは。いやでも多分マサが聞くときは完成形で多分渡されてるから、はい、そっから直すとかっていうことじゃないと思うんですよね。あ、そうですね。あの最初のレコーディングとか途中で全部付き合わされたレコーディングに全部付き合わされた。いやだってあの全部言いなきゃいけないみたいなさ、別に、はい、レコーディングは鈴木直人に任せとけばいいんじゃないのっていう感じだったんですよ。それでも気持ち的な問題だったんじゃないのきっと。どっちの、俺の。あ、私です。お互いそう思ってるでしょ。いや、めんどくせえなと思って聞いたんでしょ。いやいや、めんどくさくはないよ。そんな面倒くさくはないですよ。私は多分いてほしかったんじゃないやっぱり。うん、だってどこ行くにも不安だもん。いや、その肝心なところは行ってんのよ。別にレコーディングなんで別に同じスタッフに行ってるんですよ。そこに行って俺がなんかさ、ヨネダみたいにさ、ここ直せとかあそこ直せとかってやってるのは俺アレンジからやってたからさ、うん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 、そう、歌取るまではさ、別に俺がやらなくてもいいじゃんって思ってたの。俺他のことをすればいいよ、うん、でも確かにそういうレコーディングって歌取ってないとって合わないよね。うん、でこっち一生懸命なんかさ8小節のループを考えてぐる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 やってる、頭の中ループしてこれできましたって言っても全然なんかいいのか、いいって言ってくれないんだけど本当にいいと思ってんのかな的な。だってそういうのってライブとかで聴いてて音源が違ってるから全然ここって響いてないなとか分かるわけ、うん、え、俺ここ大事だったのにとかってありますよ。うん、いちいち説明してないからね、そこね。俺の中では本当にね、細かいこと話さない。あ、そうなんですか。うん、なんかこう、こう思ってるんだろうなってきっとね、お互いに思っちゃって解決しちゃう。それは多分間違ってることが多くて、直接話すとすぐ解決みたいなことが多いですね。うん、あ、そうだね、そうだね、確かにそうだ。間に挟むと全くなって違うふうにしたって、うん、
そうそうそう、それはすごくある、うん、じゃあ当時愛さんにとっても会長の存在は結構大きい存在だったんです。そうですね、うん、何を出したいんですか。いやいや会長がなんか照れてるのがいいなと思って。